この江田だひは、江戸時代後期の苦行。官位は、十一位、左大臣、関白、増昇一くらい。君位等、水山と豪須。左大臣を務めた、この江はじめ前の長男として生まれ、この江家の第二十七代当主となった。左大臣や、関白などを歴任し、後部合体派として活動した。左大臣、 この絵始め前の長男として生まれた。安政三年には、島津市の厚姫を養女としている。安政四年、左大臣となるが将軍軽視問題で一橋派に、俗室地の絵馬の密直のために検索したため、安政の大国により失脚し落職禁止にする。文久二年に復帰して、九条久忠に代わり関白内乱を務めるが、翌年関白職を辞し、 高塚佐助宏が公認となった。東京テント後、ほとんどの公家が東京に移住した後も京都に居住、孫の集まを引き取り養育に専念した。明治天皇の旅重なる要請に折れ、東京に移ったのは、故、忠房没後の明治十一年のことである。死後六年経った明治三十七年に、小一位を追伸された。江戸幕府の正衣大将軍は、代外が、 守護世一位を追蔵されているが、最後の将軍、徳川義信は、十一位に留め置かれており、また、忠広の後に、関白、摂政を務めた各人もいずれも十一位止まりであり、2015年の時点では、小一くらいに上った人物の中では最も、後年まで存命であった人物である。なお、存命中に小一くらいに調された最後の人物は三条、美。 最後に没後井の部として小一くらいに除せられたのは織田信長である。この絵家は藤原忠道の子である、この絵元ザネよしそとし、ご設計の一つであった。日付イコール明治五年までは旧歴。ありがとうございます。